はい、ということでですね、火災じゃない、だから福どこやったら、何しかもうあの兵庫県のもうすごいね橋の方でちょっとわざわざ NSR ガレージさんにも来ていただいて本当にありがとうございました。今宝塚までなんとか戻ってきました。本当はね僕逆方向で豊野町の方なんですけど、ちょっとごぼ天買ったやつね、親に渡すのもねちょっとありますんで軌道修正して一回宝塚行きます。はい、手渡してからということなんですけど、本当にですねもうそんなことを言ったらもう皆さんにお土産本当買ってこなあかんのにね、もう全部がなくて本当すいません。本当とりあえずもう弟の娘に渡してきたんです。不審者が来たと思ってなんかバットで僕を襲撃しようとしてた。青かいなんてね、今はい、じゃあこの余計なですねフロントスクリーンとかも関係ないも全部この持ち上げて外していきましょう。外すのは簡単です。はい、浮かしました。トップキャップを緩めて、小忘れがちなのここですね、ここの六角2個外してから左右の六角外してください。まあ、タイヤ交換でもね説明したと思うんですけどお願いします。はい、フロントフェンダー12ミリで外して、アクセル外して、アクセルはこうですね、こんな感じで完全に抜けていきます。簡単ですね。ここまでかかった時間ほんまにもう10本ぐらいですね。すぐ取れます。この時に左右ちゃんとどうなるかって覚えておきましょうね。例えばこういうのが内側に来るとか逆につけたりしないようにしましょう。はい、じゃあ簡単ですね。じゃあこれバラしていきます。今もえらいことになってるんですけど、このね後ろのロックピースって六角ね、普通インパクトですぐ開くんですよ。でも回っても結局共回りしてね、これが取れないっていうのがレアケースであって、まあそれでもね下からいろいろやればそれで押さえて回るんですけど、インパクトで。で何やっても無理やったんですけど、フォロワーの人にもうほんまにちょっと助けてくださいと、ヘルプミーって言ったら、この100均の突っ張り棒がいいですよって話になって、いやいやもういっぱいいろんなの突っ込んできて、いやそんなんでも一応やってみるって、もう笑うもすかる気持ちでこれやったら回りました。はい、それではですね W650 の、インナーチューブの交換やっていきたいと思います。結構動画上ではですねオイル交換の動画いっぱいあったんですけど、インナーチューブの交換やってる動画あんまりなかったので、紹介したいと思います。あとプラス、リプロでですね、ネット上で出てる1万2000円ぐらい出てるこのインナーチューブ、これ僕NSR でもよく使ってるんですけど、すごく完成度が高いんで、純正品すごく高いんでね、このリプロ版もいいよっていうことも踏まえて、紹介していきたいと思います。先ほどの、動画の中でですね、共回りして、すごいもう大変でちょっとなかなかできなかった部分もあったんですけども、今回はどうなんでしょうかっていうのをですね先に見せたいと思います。まず一番最初にそのネジロックがついてるとやっぱり硬いんですよね、どうしても。なので、まあ、本来であればこのインパクトで一瞬で開くんですけど、今回その、まあ、購入して1回も開けてなかったのか、もう多分ネジロックがすごかったんですね。で普通はこれで開くんですよ。でこれで開かんかったら万力でここを止めて開けるっていうことになるんですけど、1回やってみますね。これで無理やったら万力で固定します。いきます。あーダメですね。こういう時は定番でガスペネをして、温めて今回ったんですよ。回ったんですけど、一番最初にやったフォークと全く同じで中で共回りしてます。じゃあこれは立ってでこれがあると。今からですねどうしても遠回りしちゃうフロントフォークのロックピースをなんとかする動画を作ります。でこういうふうに、100均で売ってる突っ張り棒を万力で固定して、でこいつを逆さまに入れて押します。圧力をかけます。
圧力をかけた状態で、はい、いきます、せーの、オッケー、オッケー、いけました、はい、あー出ましたね、あーしっかり入ってる、はい、そうなんですよ。あとはもう簡単で、このまずカバーですよね、ゴムのカバー、このカバーを小さいマイナスドライバーでこじります。はい、こういう風にこじると浮き上がってくるんで、この浮き上がったやつを、外します。こういう風に外します。はい、シールを止めてる、リングがあるんですけど、マイナスドライバーで、引っ掛けるところがあるので引っ掛けると簡単に取れます。簡単に取れます。はい、取れましたね。こういうやつです。こういうやつね。こういう力で取るということでございます。はい、でもうこの順番覚えておいてください。よし、シールね。でこのインナーチューブがあります。大きさも長さも全く一緒です。このここですね、このカチッとはまるところをこの外したやつから取ります。これとこれ、これとこれ、これとこれをもうこっちに先つけちゃいます。忘れる前にね、こうしたら絶対忘れないんです。でそれのこれね、これちょっと広げたら取れるんで、ここに入れとかないとこいつがほらもう貫通しちゃうじゃないですか。この貫通しないように、はい、これで貫通しなくなります。これ完成ですね。はい、で、この抜いた、ボトムケースにこいつをおもむろに入れます。このロックピースとスプリングがこれをここに入れます。下をこの六角で、六角のワッシャーなんですけど、もうせっかくなんで新品に、これですね、新品、川崎から取った新品のワッシャーをに変えます。厚み全然違いますね。こっちめちゃくちゃ細いです。でこの太いワッシャー、胴ワッシャーに変えてこの下から入れます。セットします。いよいよシールを打っていきます。はい、これが番号です。このシールを中に圧入します。はい、圧入の仕方なんですけど、専用工具があって、あ、ごめんなさい、これはあのカバーですね、上のカバーですね、上のカバーです、上のカバーじゃなくてこっちですね、こっちです。こちらのですね、フロントフォークのシールですね、こちらを圧入します。圧入の仕方はこっちですね、この面こっち穴が開いてるんで、溝ね、溝がない方で、本当はここもう今オイルで僕べちゃべちゃにここしてますけど、専用のなんかグリス塗る人は塗ってください。僕は塗らないです。このままいきます。はい、でこれでここに入れます。はい、で入れたらここに圧入する専用の、機械があって、これをこういう風にして、でこういう風に挟みます。で叩きます。音は変わるんで、あ、変わりましたね。どんどんどんからカンカンって金属音が あって一番底までついたらこれで終わりです。じゃあそれを止めとく、このクリップみたいなのをまた一回キュッて縮めて中に入れます。はい、まあ分かると思います。カチッて言うんで。で、中に。なんで外でやってるかと思うでしょう。もう作業場の中がもうバイクだらけでちょっと。で、ちゃんと目視で見る。溝に入ってるか。
行ってますね。大丈夫です。それを確認したら、まあもう僕はこのオイルでそのまま行きますけど、まあ良い子はシリコンオイルかなんか塗ってください。はい、これを入れます。でこれで蓋を閉じます。もうこれでほぼだいぶできてるんですけど、だいたい380から400ぐらい。でこういう計量カップみたいなのがあると便利です。で普通水晶は、10を入れるんですけど、僕はちょっと固めの G15 っていうのを入れたいと思います。まあ1リットル缶買えばね両方いけるんで。はい、入れます。ワッシャー入れてからこれでパイプ入れて、でトップキャップを最後に締めたら終わりです。うわ、やってください。しっぽしっぽはしっぽしっぽ、と下に関しては全部つけてからさらにギュッと締めておきます。はい、でこれでこうストロークするね、ちゃんとしたサスができるということですね。はい、で、ブーツをつけ直して今ここにですね、ダブルはのこれこのままさせるんで楽ですよね。このままグワッグワッとさすだけなんで、はい、じゃあさしていきたいと思います。タイヤは一回ね、交換してるんで、まあ、手慣れたもんではあるんですけど。さあ、始まりました。カッサンチャンネルです。ダブル650で日本一周。いよいよ最後の県、和歌山に、行きたいと思います。昨日ね、動画にもアップしましたけど、フロントね、オーバーホールして、はい、油漏れ止まりました。はい、今ね出発前に点検しております。緩みないかなと、はい、で荷物の方はですね簡素化しまして、もういろいろ中のものはないのですごい軽い状態になっております。いま、うん、残念。よいしょ、うわっ、ここに関しては限界ですね。右も左もまっすぐもダメっていう。